の名前をそのままでエントリーしてないだろうね。安心しろって、その点は抜かりないんだね。続いて3組目はケイタイ。わしか、おっさんおっさんって誰そのひどい名前は。オタクですよ。もっとマシな名前つけてくれよなんだよ団長、あの服まさか。ああ、間違いね、うちの制服だ。なに、まさかエリザベスちゃん。エリザベス様ってあんなに強かったの。あれがエリザベスだとしたらおかしな点が一つある。おかしな点？それは一体。いつもより若干胸が小さくて尻が大きいな。バレちゃった。誰だお前。うるる、知らない、団長のバカバカ。俺が何を。本当に団長バカだな。なんで早く言わないんだよ。だって団長をびっくりさせたかったんだもん。お前が体当たりしてきたんだろ。ディアンヌ離れて。あ、そうだ、下ろして早く早く。忙しいやつだな。はい団長、いたずらしていいよ。それでは喧嘩開始。キングが武器なしで戦うところ、僕初めて見るよ。俺は二度目かな。あいつの喧嘩は半端ねえんだ。ディアンヌ、君に捧げよう、この喧嘩祭りの勝利と神器ギデオンを。そんなにすごいの。ああ、武器なしのキングは。めちゃくちゃ弱い。どうしたんだディアンヌ、珍しく緊張してんのか。次の相手もなかなか手強そうだしな。よし、あんなもん見せられたらこっちもがぜんテンション上がるわな。あ、大変、早く行かなきゃ。はい団長。力を抜いて俺に身を任せろ。気持ちいいぜ、空を飛ぶような感覚でいけるぜ。あいつすげえな、スケベ発言連発だぞ。あっ、違う。そうなの。なんで違う。俺は女を傷つけるのが好きじゃねえだけだ。あー、メリオダくん、こっち向いて。今夜もまた一緒に行けないことします。おっと、メリオダくんにピンクのせい、羨ましい。やっぱ趣味は盛り上がんねえとね。ねえ、俺様のマネ袋がねえ。じゃそろそろ行ってみよう。かな。ん、